永遠寺ダムは、滋賀県東大見市、淀川水系越川に建設されたダムである。大見盆地は、古来より、国草地帯として知られており、大港県地で78万国が打ち出される、東日本有数の稲作地帯であった。しかし、流域河川の多くは、天井川で、慢性的な水不足に陥りやすく、農民による水争いが、昭和初期まで頻発していた。 これを解消し安定した灌溉用水を確保するため、農林省近畿農政局によって安川ダム等の灌溉専用ダムが建設され、周辺市長による国営のダム建設を求める運動もあり、越川にも1952年に灌溉専用ダムの建設が計画された。地質調査により、当初予定地の付け目地先でのダム建設は、技術的に不可能であることが判明し、 現在の位置に変更し、1956年に国営地側農業水利事業計画として確定した。ダムの形式は重力式コンクリートダムとロックフィルダムの複合、いわゆるコンバインダムで、淀川水系では唯一のコンバインダムである。左岸が重力式コンクリート、右岸がロックフィルである。高さは73.5メートル。 考えの他関西電力株式会社による発電が、目的の多目的ダムである。1952年に計画が始まったが、水没世帯数213世帯ということから、反対運動が根強く保障交渉に時間がかかり、完成したのは20年後の1972年で、ある。1984年より管理が、滋賀県越川流域電園整備事務所に移行している。 完成以後も大見盆地の農地面積は拡大を続け、水不足による取水制限も次第に問題となった。このため用水供給のさらなる安定化を図るべく1989年より、農林水産省近畿農政局によって、灌外専用の営源寺第二ダムが計画された。形式は重力式コンクリートダムで高さは90.0メートルと比較的大規模である。 反対運動のため未着工のままであり、この間に水需要の減少もあって、農林水産省は計画を縮小、貯水量を3割削減させた。ところが、反対住民の建設意義申し立てを農林水産大臣が却下したことで、却下取り消しを求めた裁判が起こった。この裁判の中で、ダム地質調査に欠かせないボーリング調査を行っていなかったことが判明。 2005年、大阪高等裁判所の控訴審判決で、調査を行わず工事を進めている、永遠寺第二ダム建設は違法であると、判決が下された。農林水産省は最高裁判所に上告したが、2007年10月11日、最高裁に棄却され確定判決となった。ダム建設が違法となった判決は、各方面に大きな問題を投げかけた。ダムの下流には、 臨在州英源寺派の本山である英源寺があり、関西有数の紅葉の名所となっている。2005年、地元からの推薦によって、ダム湖である英源寺湖は、財団法人ダム水源地環境整備センターが選定するダム湖百選に選ばれている。ダムの周回道路には、桜の木が多数植えられており、お花見スポットとして、近年脚光を浴びている。ただし、 管理事務所の対岸にある周回道路は落石の危険があるためか通行止めになっており上流、下流の入り口には柵が設置されている。しかしながら柵は可動式であり一般車も容易に侵入できるが随所に大小の石が転がっており道幅も狭く一歩間違えればダムに転落する恐れがある。またマムシヤマカガシ等の毒蛇が出没することがある。 ダムの水門などは、石川島張間重工行政。ありがとうございます。